町田紅白歌合戦ご覧の皆さん、ご苦労様です。お笑い芸人のエンジェリック・ランセと言います。今日はですね、こちらに呼んでいただきまして、楽しくいろいろとやらせていただきました。今私の横にはですね、この、イエモンちゃんとね一緒に、今映っております。一応私もですね、帽子取るとですね、このイエモンちゃんと同じような頭しておりますので、これからも一つよろしくお願いします。あと、日テレのですね、モノマネグランプリというのにですね、モノマネデカ軍団の一員として出ておりますので、今後とも一つよろしくお願いします。以上、エンジェリック・ランセでした。どうもどうも、ご苦労様です。恐縮です。エンジェリック・ランセと言いまして、手短に終わらせますって言いたいんですけど、あいつらがですね、本当ものの5分で終わりやがった。いや、4時半まで一応あるんでね、もうちょっと頑張ってやりたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。名前だけでも覚えて帰ってくださいということで、よく言うんですけど、エンジェリック・ランセっていうね、これ今 これで撮ってるんですよね。この方向で大丈夫ですか？こっち立った方がいいですか？こっち立った方がいいですか？まあ、どこでもいいですか？どこでもいい、はい、どこでも、何でもいいっていうこと。エンジェリック・ランセーっていうね、これなんでこういう名前つけたんですかって、よく言われるんですけど、これちょっと使ってみましょうか。よく言われるんですけどね、エンジェリック・ランセー、僕実は相方がいまして、これエコー聞いてるの、まあまあいいかな。エコー聞きましたね。はい、相方がいましてですね、実は私、お前見た目がパッとしないから、せめて名前だけでもちょっとおしゃれな感じにしろよということで、それで相方につけてもらったんです。エンジェリック・ランセっていうのです。ちなみに相方はですね、今お笑いが好きじゃなくなるという病気にかかってまして、自宅待機っていう形を取らせてもらってます。すいません。これまあ覚えにくいんですけどね、なんかまあまあいろいろで、ちょっとモノマネはですね、私はさっきも言いました、日テレのモノマネグランプリっていう、それにちょこちょこ呼ばれてまして、YouTube にも上がってるそうなんですよ。まあ、日テレさんが上げてくれてるそうでね。それでやってるモノマネをね、いくつか。まずドラマ相棒の杉下右京。これ、つい先週やったやつなんですけど、それを、やりたいと思います。では、いきます。なるほど。そうですね。細かいことが気になってしまう。僕の悪い癖。亀山くん。亀山くん！こういう感じなんですよ。ありがとうございます。はい、嬉しいですよ。この人数でこれだけ盛り上がったら、もう大成功ですよ、これ本当に。もうなんか、まあ、名前だけでも覚えて帰ってください。エンジェリック・ランセーって。よく間違えられるんです。ややこしいですからね。なんで相方もこれにしたのかわかんない。言われるのね、ジェネリック・ランセーとか、よく言われる。あと、ランジェリック・ランセーとか、これよく多いんですけど。まあ、まだ実はそれいい方なんです。一番ひどかったのはですね、誰かがブログに僕の写真載っけて、ダイナマイト関西って書いてあるんですよ。カタカナと漢字っていう組み合わせしか合ってないんでね、それやめてくださいよっていうことをね、それちょっとね、念を押しておきたいんですけど、じゃあ、モノマネいきたいと思います。小日向文雄さんのですね、モノマネも、これモノマネグランプリでもとか、まあ、いろんな、テレ東さんとか、地上波のね、あれ使ってもらってるんで、やってていただきたいと思います。ドラマヒーローより小日向文雄。あれ、クルケンジどこ行くんです？今これみんなでクルケンジどこ行くんです？今これクルだよありがとうございます。名前だけでも覚えて帰ってくださいって言ってるんですけど、僕広島の出身なんですよ。広島県の出身で、総督高校っていう学校出て、ご存知の方いますかね。この前甲子園の高校野球で延長50回まで戦ったっていう決勝で、軟式の方ですけど、まあ、結果負けちゃったっていうのは、あれが総督高校で、うちの母校、後輩たち頑張ってるんですよ。ありがたいな。先輩がね、芸歴20年でね、いまだもパッとせずっていう。他にね、じゃあ誰か先輩で総督高校いないのか調べたんです。そしたらお笑い芸人で一人いましたな、鳥肌実るっていう人が見つかったんですけど、知ってるか、まあ、これウケると思わなかったいるんですよ、マニアックな方がですね。欲しがりません勝つまではって書いてるみたいな、服着てる人がね、変わった人がいるんですけど、まあまあマニアックなんで、まあ他に有名な方いないかなって調べたんです。まあ私エンジェリック・ランセ芸人だったと、鳥肌実さんで知ってる名前で調べたらですね、サムラ・ゴーチ・マモルって書いてありましたやべえ高校だったって最近判明したんですよ。まさかあの人がね OB だとは思いませんでしたね。僕もね、
これパクらないように頑張ってやっていこうと思います。まあ、パクってないですよね。オリジナルネタを今日用意してきましたんでね。私今はですね、江戸川区の、江戸川区っていうのは千葉県との境目、もう千葉県みたいなところ住んでるんですけど、で江戸川区に葛西っていうところがあって、ここよく何年か住んでたんですけど、これちょっとね、皆さんに問題提起をねしたいんです。葛西ってね、ちょっと不思議な街でして、例えばこれ葛西にあるポニー広場の看板なんですけど、これ見えますか？馬に食べ物など与えないでくださいって書いてあるんですけどね、これ分かりますかね、まあ、子供たちにね読みやすいように馬ってのひらがなで書いてるんですけど、これ僕いつも思うのね、漢字の馬が読めない子供にね、与えないでくださいが読めるのかって、ね、ここはひらがなにしとけよと、せめてなんかこういうのがね、実は江戸川区葛西多いんです。この前も駅前、葛西駅前 の, 駅あのコンビニに入ってジュース買おうと思ったら、ジュースの張り紙がしてある。何かなってパッと見たらですね、冷えてないですが販売できますって、おいって思ってるんだから、これ貼ることかよってなんだ。だったら他に書くことあるだろうって言って、こういうのが本当に多くて、これケンタッキーフライドチキン葛西店の求人広告、これ葛西店だけが出してる求人広告、これがね、鶏が大好きな人集まれって書いてある。本当に大好きなら働けないだろうって言って何なんだお前たちはってね、これ葛西なんですよ。もう一丁言っていいですか、葛西、本当に葛西を、ね、今ディスってる、愛してるんですよ私、愛してるからなんですよ、なんか愛してるからこそ考えていただきたい。これ葛西の行船公園っていう大きな公園なんです。子供たちも遊ぶ公園なんですけど、ここにですね、これもちょっと変わったね張り紙がしてありまして、これ見えますかね、鳩とカラスよけのためにカラスの模型を吊るしていますっていうね、書いてある。カラスの模型ってこれ何なのかなってパッと見たら、残酷すぎるでしょこれ、吊るし方よと、これがお前たちのやり方か、モノマネいきましょうか、ね、他にもいろいろできるんだっていうのをちょっとやらせてください。ですね、私の時の佐野元春さんがありましてね、佐野元春さんのもの、あー、オッケー、あー、こんにちは、佐野元春です。あー、僕は、めったこんな感じじゃない。NHK の佐野元春さんがやってた番組があるんです。その番組で、ミスチルの桜井さんが創作ノートを見せるっていうシーンがあるんです。それをちょっとやりたいと思います。オッケー、あー、今日のゲストは、ミスターシルバー、桜井君。あー、どうもありがとう。あー、創作ノートって。あー、すごい。素晴らしい、意外と字汚いな入ってるね、こういうのね、元春さん結構さらって言うんですよね。まあ、あと行きましょう行きましょう、本当に、ね、私がですね注目してるのは、最近見つけたのはですね、葛西めぐみ幼稚園っていうね、これ可愛らしい幼稚園、うちの近所には本当にある幼稚園、本当にあるのに写真撮ってますから、あるんですよ、なんか作るわけがない。これキリンさんとかゾウさんとかね、いろんな動物をねこうやって作ってるんですけどね、ゾウさんがね思ったよりスリムっていうことだね、なんかね、餌食べてるかっていうのが、ね、栄養失調かってちょっと心配になっちゃうんですけどね。入り口のところにね、クマさんとウサギさんのね、この大きな可愛らしいのがあるんで、誰かがねここに見たなって落書きしやがってね、めちゃめちゃ怖すぎるだろうだから、ね、消しとけよっていうのがね、まあ、こういうのもあるんですけど、ね、モノマネきますよ、ね、これ私好きなだけやってていいんですか、ね、なんかもうちょっとやらせてください。もしもシリーズ、もしも森山直太朗が除夜の鐘だったらボーン、はい、続きまして、もしも佐野元春がカラスだったらあー、はい、もしも、小日向文雄さんが袋閉じを楽しみに待っていたら、おー買ってきてくれた、袋閉じは男のロマンだから、あれマネージャーこれどうして開いてるの、見やすいように開けといた、何やってったはい、あとフリップ2冊も持ってきましたどんだけ気合い入ってるんだってことですよ、あいつら5分でね、ものすごい僕よりもすごい必死だってネタ食ってて、ね、まさか5分で終わると思わなかったんでね、漫才で普通寄せとか10分15分やるんですけどね、まあまあいいですよ本当に。僕実は将棋が大好きで、将棋好きなんです、お笑いよりも実は将棋の方が大好きなんです、もうお笑いやめようかなと思ってるぐらいなんですけど、それぐらい将棋が好きなんですけど、将棋のプロ棋士といえばね、ご存知羽生善治先生ですけど、ね、羽生先生がですね使ってるセンス、
普通プロ棋士の先生これこういうね、こじんまり、こじんまりっていうかこういう感じの扇子を使って、まあ、将棋を考えられるんですけど、私が大好きな先生で、ね、丸山忠久っていう先生いるんですよ。丸山先生こういうタイプの扇子とはちょっと異なるのを使ってらっしゃるの。どういう扇子を使いになってるかっていうとね、こういうタイプの扇子をご利用使ってらっしゃいますね。多分これ飾って置いとくやつだと思うんですけど、なんか丸山先生手に持って使ってらっしゃる、めちゃめちゃ厚がりな人なんですよ。というのもですね、これ丸山先生が対局してる風景、実はこれこっちは別の先生なんです。ここなんです、丸山先生が座ってた場所。注目していただきたいのはここなの、飲み物の充実っぷりなんですよ。大きな水筒1個2リットルペットボトル2本500ミリ6本並んでるんですよ。これめちゃめちゃ喉が渇くか猫が嫌いかのどっちかですよ。それぐらい暑がりな先生 であまりに暑がりで時々丸山先生冷えピタ、おでこに貼る冷えピタを貼って考えられるんですよ。この前 NHK 杯ですね、あまりに考えすぎてカーッとなったんですよ。おでこに貼る冷えピタを頭頂部に貼ってしまうという事件が起きてしまって、 NHK がそれをそのまま流して大丈夫なのか先生はっていうね、結構そういうね放送事故起きたっていうね、今日ちょっと実物をですね買ってきましたね。これ羽生善治先生のね実際使ってらっしゃる扇子、まあ、レプリカ3800円したんですけど買いましたよ自分で。本当にね、これ「レイロー」って書いてありまして、意味はですねちょっと分かりません、本当に勉強不足でごめんなさい。なんかただ扇子に文字を書くときはこれ右側から書くっていうルールがあるんですけど、これさプロ棋士の先生でお好きな言葉があったらこれね書いて作っていくんですけど、私の大好きな先生で島明っていう先生がいるんですけど、島先生がお作りになった扇子がですね将棋ファンの間でちょっと話題になりまして、それがこちらでございますよ。もう正漢にしか読めないんですよ、もっと漢字考えろよっていう、ね、チョイスっていうなんかね、こ正漢って方バタ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 やりながらね将棋指してるんですよ。大丈夫かあいつって言ってるの、まあこういうのありましたけどね、あと白紙だったわ。まあ行きましょう、モノマネ行きましょう。ドラマ相棒シーズン2第14話、犯人を説得する杉下右京がですね、犯人から余計なお世話と言われて、余計なお世話じゃないと言い返すところまではやります。なるほど、そうですね。しかしご主人を殺める前にその指を外されてはどうですか。その指は人殺しに合いますよ。はい。余計なお世話ですか。ちょっとはい、怒るとあの人何言ってるか分かんないっていうね、そういうの今ちょっとねやりたかったんですけど、まあ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 、こういうことも。